クライドラーフローレとクライドラーはかつてドイツにあったオートバイメーカー及びオートバイのブランド。消排気量オートバイやモペットを専門に製造していたクライドラー社はシュトットガルトトルートビヒスブルクに挟まれたコルンベストハイムに本拠を置いていた。最初にクライドラーの名前が世に出たのは1903年。クライデラースメトル、ウンとドラオートワーカーとして アントン・クライドラーによって設立されたオートバイの生産を始めたのは1951年。1950年代の中頃にはドイツ国内の 50cc オートバイ販売をほぼ独占し、1959年にはドイツ国内のオートバイ全体の販売シェアの1、3を占めるほどに成長した。中でも1956年に発表したフローレットは 息の長い人気モデルとなった。1970年代には、モータースポーツの世界でも、大きな成功を収める。中でも二人のオランダ人ライダー、ヤンデ・フリースとヘンクバン・ケッセルは、クライドラーのマシンで、世界チャンピオンを獲得するなどの活躍を見せた。ロードレース世界選手権 50cc クラスにおいて、クライドラーのマシンを買ったライダーのタイトル獲得は、以下の8回を数えた。 1980年代に入ると急激に売り上げが、落ち、クライドラー社は1982年に倒産した。クライドラーの商標の権利は、ビジネスマンのルドルフ・シャイトが買い取り、イタリアのオートバイメーカーであるガレリによって1988年まで、クライドラーブランドのモペットが作られた。その後、商標は自転車メーカーのプロフェーテ社が買い取った。現在は、プロフェーテの子会社によって、 クライドラーの名を冠したもペットが販売されている。ありがとうございます。